全名商院は、和歌山県駆動山町にある高野山新言宗の寺院。真田正幸、信重の湿居時代の草案跡と伝わる場所であるが、諸説ある。和歌山県の史跡に指定。別称は、真田庵。ボタンの名所としても知られ、城郭風の本堂の八棟作りも有名である。漢方元年に、大安商人が、真田正幸の料理跡と伝承のある、この地に、 地蔵菩薩を安置した一堂を創建したのが始まりである。慶長5年の関ヶ原の戦いで西軍に属して敗れた真田正幸、信繁夫氏は女人近世の高野さんに入るのみとなった。しかし妻を連れていたために黒山に移され抒居生活を送ったとあるが理由には諸説ある。全名将院にはその世の死があったと伝わるが、いよは 返上寺の近くにあったという説など、諸説がある。後世、真田親子の講談が人気となり、読まれ、訪れる人も増え観光化され、別称、真田庵と呼ばれるようになり、資料館なども併設、開館された。平成28年の NHK 大河ドラマ、真田丸の放送に合わせ、北へ100メートルの地点に、久戸山、真田ミュージアムが開館している。 真田正幸、信ユの久ブ山での生活をテーマに、信ブが愛用したと伝えられる槍先や、鎧兜などの武具や書状、肖像画などが、数多く展示されている。また、当時の真田家の生活を支えた、真田ダ紐や鷹の神製造用具なども展示されている。真田古墳前名松院の約200メートル東に、昔から、地元の人々に、真田の抜け穴と伝わっていた穴がある。 また、その穴から全名称院までを、真田氏の作った抜け穴と長い間信じられてきたが、しかし、昭和28年に行われた発掘調査によって、古墳時代後期に作られた横穴式石室を持つ塩墳であることが判明した。真田との関係性はないが、縁の地ということで、真田古墳と名付けられた。ありがとうございます。